誰だ。木の葉同盟国砂の忍びだ。もう来やがったのか。砂漠のガーラ、どうやら今回は味方みてえだな。うん、なんかこの間と少しメンツが違うじゃん。けどあの口の悪い女はいるみたいね。また面倒なやつが現れやがって。なあ、お前らがもう少しあいつらを食い止めてりゃこんなことにはならなかったのによ。うるせえぞ。てめえだってもっと早くサスケ様を連れ出せてりゃこんなことにはならなかったんじゃねえのかよ。サコ、タユヤ、お前たちの無能ぶりは今更どうこう言って取り繕えるものではない。そう、この場で僕に八つ咲きにされてもおかしくないほどに。けれど今僕が君たちをそうしないのは、君たちには今ここで生きてやらなければならない使命があるからだ。あそこのゴミどもを片付けるという使命が。こいつら相変わらず舐めてくれるじゃん。ほんと、いい加減私たちの力を見誤らないでほしいわね。ここは俺たちがやる。お前たちは下がっていろ。砂漠のガーラ、決定限界か。甘い。いざ尋常に。始め。終わりだ。発球。砂漠ゴーストしたことねえじゃん。甘く見るからこうなるのよ。すっげえ、敵の時は恐ろしかったが味方になるとこうも頼もしいとはよ。まあ今回のところは感謝するしかねえな。やりましたね。しかしなぜあなた方がここに。私たちは五代目火影の要請を受けてここに来たのよ。まあ本当はオロチマルを追ってたんだが成り行きでこうなっちまったってわけじゃん。そうか、五代目が。それと木の葉には大きな借りがある。俺はそれを返しに来ただけだ。ガーラ、まあ何にせよ俺たちはここでリタイアだ。体中ボロボロで動けやしねえ。大丈夫です、ナルト君ならやってくれますよ。ああ、ちっとばかし不安だけどな。頼んだぞナルト。